はい、皆さんこんにちは。ゆりです。こんにちは。今日も自宅からですね、ゆるゆるっと配信していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、この動画は旅行動画ですね。っていうか、女子一人旅動画ですよね。ということで、一人旅に関することをまあ話していきたいなと思います。で、まあ一人旅じゃないんだけど、先々週ぐらいに、舞子ちゃん、親友の舞子ちゃんと壱岐に行ってきました。で、その様子はまた、もちろん、皆さんに動画で見ていただきたいなと思うし、舞子ちゃんのところの動画にも上がると思うんですけど、そうですね。面白かったですね。なんだろう、久しぶりの一人じゃない旅っていう感じだったんで。ね、人と一緒ってやっぱ違うんだなってすごく思いましたね、その時に。へえって思いながら旅をしましたね。でもなんかいっぱい発見もあるし、楽しかったですね。で、多分まこちゃん美人なので、動画上がったらみんな見てねっていうか、見たいと思うよっていう感じですね。で、まあ今月はちょっと、ね、その後一人で小倉に行ったりとかしたので、その一人旅の様子は配信はもちろんしてるんですけど、まあ、ちょっと海外一人旅は、まあ、今月はちょっとお休みかなみたいな感じで、来月またこの間お話ししたプサンに行きたいかなと思っております。でもなんかこう日々刻々とやっぱ行きたいとことかも変わっていくからね。予告したけど違う国に行くかもしれないよね。もうこればっかりしょうがないね。別になんか予告したからって言って絶対そこに行くぜとかなんないっしょ。だって別にさ、仕事じゃねえしこれみたいな感じだし。そうそう、趣味でおもろくて YouTube 撮ってんで、だから全然違うとこに行ったら、まあゆりさんなんか違うとこ行ったんだなみたいなぐらいの感じで思ってもらえたらいいかなと思います。なんか今日なんか珍しく何にも準備しなくて、いつも結構あれなんだよ、あれなんですよ、割とこう、YouTube 動画撮るときはこれ話そうとかと思って、動画撮り始めるんですけど、急になんか、動画撮りたいと思ったから始めました。なので、何も決めてないし、何話すかとかも全然決めてないけど、面白いでしょ。面白いなっていうだけで始めた。そう、なんかいろんなね、YouTuber の人とか、YouTube 上げてる人とか見たら、みんななんかすげえ適当なんだなと思って。だからなんか本当に、なんか自己発信のための、ただのなんかこの子は道具なんですよ。だから別にいいやと思って。そうそう。なんかこう、これ見てくれてる人がいるってことが、ね、うちの動画もこの子たちもなんか、ね、何十回か再生されてますけど、本当ありがとうございます、もう。見ていただいて。こんなくだらない動画を。いや、一応、お役に立てる情報はって、いつも思ってるんで。今後ね、今後ともお役に立てる情報を発信していきたいと思っております。Now。そう。で、なんか、さっきに、プサンの話したじゃないですか。プサン、じゃあ、世界のホテル事情について話そうかな。これが一番なんかみんな役に立つかもな。で、プサン、あと、ソウル、あとなんか、今ね、ちょっとね、物は用意してる、シンガポール、マレーシアとか、あとここね、タイとか、あります。あります。
中に行くかなって思う国の、あのガイドブックはこう漏れなくこう私は買っているんですね。なんかね、予習のためと、あの基本的に私ちょっとこう例えば次釜山に行きますよってなった時にはもう釜山の地図を頭の中にインプットしていきたいですね。で Google マップって人ももちろんいるし、別にそれが悪いわけじゃないけど、なんだろうな、Google マップに載ってない店とかもあるし、なんかそういうのも全部インプットされた上でそこに行くとすごく空気感を感じられて、ああこの国に来てよかったなっていう感じになれるので、私は割とそっち派ですね。だから Google マップも使わないし Wi-Fi も使わないです、向こうで。うん、で、あ、これめっちゃいい情報をみんなに、あのぜひ海外行った時に、これね、いいんだよ、あの別にガイドブックとかグルナビ、あ、そうそう、だから日本のグルナビとかもいいでしょ、なんかそう、美味しい店とかさ、グルナビの欲しい靴とかって見るじゃん。で、だけど、結局ね、その、星つけてる人の、味覚のセンスが自分と違ってたら美味しくないわけですよ。うん。っていうのがあって、ま、それがましてや海外だったら、もう全然ってわけですよね。もちろん文化も違うし、使ってる材料とかも、あの食材とかも全く違うので。って時に、いや、どう見分けるって話なんですよ。これ。絶対外さないレストランをもうこのいっぱい乗ってんよ。もうじゃあこうプサンもこう行く、もう乗ってるやろ、こうね、どこ行くみたいな、あれやん。で私も絶対 ある程度は調べます。何かって言ったら、意外とこう間違いないのがやっぱガイドブックが乗ってるから、うん、だからじゃあの意外と下調べはして行って、そこの店の前とか行ってみる、うん、でもこれね、あのこれみんなに試してほしいんだけど、絶対間違わないご飯屋さんの決定の仕方があって、これね匂いなんですよ。気づいたことなかったねみんな。そうこれね、なんだろうな、国も関係ないし、あとあの 料理形態も関係ない。だからイタリアンだろうとフレンチだろうと中華だろうと韓国料理だろうとか、うん、あのタイ料理とか全然関係ないから、そうめっちゃ使いますよ。あのね、その現地に今目行ったら、ここの後ろがご飯屋さんだとしたら、その前に行った時に、わっこの店のご飯美味しそうって思う匂いをがするかどうかっていうか、自分がそう思うかどうかだよね。さっきも言ったけど、味覚って人それぞれだから、みんな違うからね、うん、だから、うわこの店マジこのご飯の匂いやべえんだけどって思うとこ入って、絶対美味しいから、もうこれ間違いない、うん、もうこれはね、もうガイドブックも Google マップも何も関係ない、あなたがあなた自身で選ぶあなたのベストグルメが絶対見つかります。私いいこと言うな、はい、香港。そうそう、なんでかってこうね、こうやってやったらね、サムネイルがね、たまになんか、あ、これでみたいな感じでなんかしてくれるから、たまにこういうのとこうかなみたいな。そうそう、だからさ、本当にこれ本当絶対なのね、うん、だから絶対行ってみてほしい。でやっぱ日本だったら、そこまでそのなんか自分のこう五感を働かせなくても、そんなに外れてるとこってやっぱ当たりにくいじゃないですか、うん、ベースがあるからね。だけどやっぱ海外行くと、どうしてもなんか、はいっていうところに当たったりとか、もう文化違いすぎてやべえんですけどって、おいおっさんとかってなる時とかもあるから、だからこそ、この感覚をすごい大事にしてほしいなと思うし、それ大事にしたら絶対間違わないね、なって思います。
うん、これなんか自分で我ながらすげえいい情報を届けられてると思うけどね。すげえもうなんかこののんびりとのんびりとなうちの感じで、へみたいな、この情報ってみんな思うかもしれないけど、いや本当にこれね間違いないから行ってみてほしい。ぜひ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 3度ぐらい見たい。で逆になんかこうガイドブックとかに載ってても、あここどうなんだろうって思うお店とか行ってみて、うんって思うお店って多分あると思うんだよ。やっぱりその感性は人それぞれだからね。っていうとこは多分入らない方がいいよね。うん、まあそういうのも全部自分を大事にした方がいいと思うよ。自分を大事っていうか自分の感性。そうそう。だってさ、思わねえ。日本にいてもさ、ご飯のさ硬さとかもさ、自分と旦那で好きな硬さ違ったりとかするんだよ。別にうちはそれが離婚原因じゃないですよ。離婚はしてるけど。だからそう、だけどね。まあね、いろんな人と一緒にいたってさ、そういうことでしょ。うん、なんかこう、白米の硬さとか味噌汁の濃さとか、まあそもそもパンか派かご飯か派かとかで、ちょっとさ同じ日本人でもさ朝起きて入ってなるわけじゃん。それぐらいさ人の人の感覚って違うんですよ。だからなんか自分が行って自分の感覚で、あここいいなって思うところに行くのが一番いいと思う。で、まあ、これこの子たちはあくまで参考文献ですよ。でもなんかこう一般的にはこういうの美味しいなっていうところは多分案内してくれるから、それは全然いいと思うから、全然参考にしていいと思います。ということで、くだんねえ話を喋ってた。もう12分も経っちゃった。ということで今日もうそろそろ終わりにしたいと思います。今度はもうちょっと別にみんなある話とかしなくていいんだけどね。趣味だから。いやもう。そうよね、なんか目がさ結膜炎みたいになってる。いやこれを公開するのかみたいな話だけど。ということで、あーい、この自由な感じでいつもやっていきたいと思います。ということで、皆さん楽しんでいただけて、あ、ちゃんとね、ためになる情報もいたでしょ。うん、なんかこんな感じでやっていくので、ね、この例、もしね、楽しかったなって思ったら、チャンネル登録とか、いいねとかしてくれたら、嬉しいぞ嬉しいぞということで、じゃあね、バイバーイ。